ゼルダの伝説シリーズ、ゼルダの伝説無限の砂時計、ゼルダの伝説無限の砂時計は、任天堂開発、発売の任天堂 DS 専用ゲームソフト。略称は、夢砂、無限など、ゼルダの伝説シリーズの一作。2006年に E3 で公開され、2007年6月23日に発売された。ゲームのジャンルを、ペンアクションアドベンチャーと銘打っており、 ニンテンドー DS 特有のタッチペンによる操作を全面に押し出している。ストーリーはニンテンドーゲームキューブ用ソフト、ゼルダの伝説風のタクトの直接の続編にあたる。キャラクターデザインも同作と同じくネコメリンクと通称されるアニメ調のもので、3D で描かれたグラフィックはトゥーンレンダリング処理がされている。ゲームの流れもやはり風のタクトと同様で、 一定の海域上を船で移動し、点在する島々に上陸してからは、主人公のリンクを直接操作し島やその中にある、迷宮を探索する。ジャンル名にも謳われている通り、キャラクターの移動や攻撃など、主要な操作のほとんどが、タッチペンに割り当てられていることが、大きな特徴である。ボタンで行える操作は、メニューの表示などのショートカットに過ぎず、 内蔵マイクなどを使う特殊なイベントを除きすべての操作がタッチペンだけで完結する。メモ機能もまた特徴的である。本作では、Nintendo DS のいくつかのゲームと同じく上下のスクリーンの内上側に地図を表示しているが、この地図にプレイヤーが手書きのメモを自由に記入することが可能となっている。本作ではシリーズ恒例のハートのかけらや空き瓶の収集。 財布の成長が廃止され、代わりに、船のパーツのコレクション、カスタマイズ要素が、新たに追加されている。剣の成長はあるが、縦の成長もなく、謎解きよりも、タッチペンを要するアクション要素が強い作品となっている。表題である、無限の砂時計は、本作に登場する重要な道具の一つである。この砂時計は、本作で繰り返し挑むことになる迷宮。 海洋の神殿にかけられた侵入者の命を徐々に吸い取る呪いを、その砂が落ち切るまでの間だけ防ぐことができる。砂時計の制限時間内に効率よく攻略するために、常実のメモ機能の活用が想定されている。先に述べた通り、本作ではタッチペンを使用な操作方法とする。主人公のリンクを移動させるには、タッチスクリーン上で移動したい方向を押さえ続ければ、 良いし、敵に、剣で切りかかるには、単純にその敵をタッチすれば良い。各種のアイテムを使用する場合も、ブーメランであればその軌跡を画面にタッチペンで描く、ことでその通りに飛ばすことができるなどの、直感的で自由な操作が可能になっている。開発過程では、従来の十字ボタンによる移動の方が快適であれば、タッチペンの導入を断念することも考慮されていた。 しかしながら、開発が進むにつれ、タッチペンの操作に問題がないことが分かったばかりか、タッチペンを利用した新たなアイデアが次々に生まれたという。タッチペン操作の導入は、従来シリーズで複雑化してきた操作をシンプルにし、かつ面白さを失わないという矛盾の解決を生み出したと、任天堂情報開発本部の青沼、エイジプロデューサーは語っている。前述のタッチペンを使い、 地図や変えずに自由に文字や図形を書いたり消したりすることができる。書いたメモは地図及び変えずに表示され、プレイヤーはメモをもとにゲームを進めることができる。なお、ボス面など一部の地図には書き込むことができない。従来のゼルダの伝説シリーズでは、謎解きに最初何かを覚えておく、必要のあるものは作れなかったが、メモ機能の導入により、ゲーム内の随所に、 謎解きのヒントを散りばめ、全世界を謎解きのフィールドとすることが可能となった。日本国内では2007年6月23日、欧米では同年10月に発売され、2008年3月時までに国内91万本、全世界413万本の売り上げを記録し、イグニアゲームスプイ、ゲームスポットでゲームオブザイヤー2007の DS 部門を受賞した。国内では、 ニンテンドー DS のユーザー層の広さなどもあり、従来のシリーズよりも大人や女性のユーザーが多く購入したことが確認されており、クラブニンテンドー登録者だけでも25%が女性であった。また、同様の理由で初心者や新規ユーザーの購入者も多く、そのためシリーズにとしては異例の長期間安定型の売り上げとなり、 最終的には2000年以降のゼルダの伝説シリーズではブレス・オブ・ザ・ワイルドが発売されるまで国内売上最多を記録し、さらに携帯機で発売されたゼルダシリーズの中でも国内、海外ともに売上最多を記録した。ゼルダの伝説4つの剣の開発が終わった直後の2004年5月頃に開発がスタートし、 当初はまだ試作機であった DS の2画面という特徴を使って4つの剣のようなコネクティビティシステムを利用したゲームを作る計画であった。が、青沼の提案もあって DS の特徴を生かした新しいゼルダを作ることになったという。ゼルダの伝説トワイライトプリンセスと開発時期が重なっていたこともあり、最初の1年は5人ほどの小規模なチームで開発が進められた。 開発初期には片方の手でタッチペンを使いながらもう片方の手でボタン操作をする仕様であったこともあるがこの持ち方では操作が難しいとの理由でタッチペンのみの操作に切り替えられることとなったまた開発者はタッチペン操作によってブーメランを操作も快適な全く新しいアイテムに生まれ変わらせたことにより自信を得たというまた当初は 製品版よりももっと多くのアイテムを組み込んでいたが、プレイヤーに新しい体験を確実に提供できるアイテムに限定して絞り込むことにした。また、青沼が宮本にほぼ完成した本作を見せたところ、これ、おもろいわ。売れると思うと電話で言われ、トワイライトプリンセスなど、過去のゼルダ作品では恒例であった、チャブダイ返しはなかったという。以前から、 同シリーズのプログラムなどを担当していた岩本大輝が初めてディレクターとして参加し、サブディレクターはカプコンでゼルダ作品を制作した藤林秀茂、プロデューサーは青沼英二が担当している。また音楽はゼルダの伝説風のタクトでメインコンポーサーを務めた長田ゴンタが担当した。海賊の頭である少女テトラとその手下たち、そして 緑衣の少年リンク。一緒に冒険を続けていた彼らは幽霊船に遭遇し、テトラが連れ去られてしまう。リンクは彼女を助けようと幽霊船に飛び移ろうと、舌が海に落ちてしまい、流れ着いた島で妖精シエラと C1 という老人と出会う。リンクはテトラを救うため、その島で出会った船長ラインバックと共に幽霊船を探す冒険に旅立つ。前作。 ゼルダの伝説風のタクトより数ヶ月後という設定でゲーム開始直後に前作のあらすじが紹介される。前作とは数人の登場人物が共通するのみでストーリー上では前作の知識は要求されない。お約束のラスボス、ガノンドルフは前作で海に沈んだためあらすじのイラストでしか登場しない。本作のダンジョンは幽霊船以外べて名前が の神殿になっている。本作の世界は十字に区切られた四つの海域に分かれ、島が点在している。一部の島の名前は地図の図法が由来となっている。各海域の島々は港に入港が可能で、航海して港と港の間を移動する。初期は出発点であるメルカ島の存在する南西の海域のみを航行可能で、 ストーリーの進行に伴い新たな改造を入手することで他の海域への移動が可能になる。本作には一人用の本編の他に二人用の対戦モードが収録されている。攻撃側のプレイヤーはリンクを操ってマップ上に散りばめられた三角形の物体、ホースをより多く自陣に持ち帰ることが目的となる。対して防御側は3体のモンスター。 ファントムに進むルートを指示し、リンクを捕まえることが目的。任天堂 Wi-Fi コネクションを利用した対戦では、国内の誰か、世界の誰か、国内のライバル、世界のライバルのいずれかから対戦相手を選択できる。小学館の雑誌に漫画版が掲載されていた。2009年3月に単行本全一巻が発売。執筆は、それまでに小学館誌に掲載された。 ゼルダの伝説シリーズの漫画と同様に、姫川明が担当。ストーリーについては、他の姫川執筆のものにも言えることだが、ゲーム版を骨組みとしているものの、要点以外はほぼオリジナルの展開で、幽霊戦クリア以降のストーリーは大幅に短縮、簡略化されている。ありがとうございます。